それは望まれてきた絶望の物語。水底を漂う少年は願う。ただ君の真実を知りたいと。深い水底から見上げる水面はひどくきらめいて、揺らぐディオラマはさらに歴史の奥を覗き込む。ルッツ、僕は南へ行く。君はどうする？私は北へ登るよ、フロラ。わかった。マルセル、君はどうする？俺は西へ行く。あそこなら調べられることはいくらでもあるだろうからな。そうだね。うん、わかった。全てが終わったらこの東の地で落ち合おう。ルッツもフロラも気をつけろよ。大丈夫、マルセルから習った剣技があれば向かうところ敵なしよ。頼もしいな、お嬢さん。ちょっとその言い方やめて。褒めてるつもりだったんだがな。お嬢さんとかそういう女っぽく扱われるのは嫌いなの知ってるでしょ。はいはい、仲がいいのは分かったから、旅の始めから喧嘩するのはやめろって。それじゃあ、みんな気をつけてね。ああ、またな。世界の天秤は静かに揺れ動き始める。かつて歴史が彼らを神と崇めたように、誓いにも似たそれは偽りを記すことなく訪れる。もう追っては来ないようだな。大丈夫か？助けてくれてありがとう、お兄さん。私、ラーラっていうの。私はルッツだ。ラーラ、ここはまだ国境付近で人さらいも多い。なぜこんなところに一人きりでいたんだ？私、自分の国から逃げてきたの。命を狙われてるんだ。命を狙われる？なぜそんなことに？みんな、私たちが生きることを許してくれないんだ。パパとママは、私を逃がしてくれるためにおとりになってくれた。だから、もう。迫害。この時代にまだそんなことが。でも仕方ないんだ。どういうことだ？だって私たちは、神様だから。そうか、目覚めは近い。あなたが言っていたのはそういうことだったのね。神の末裔であるマッケンリーが滅びれば、その地位を引き継ぐのはマッケンリーと血のつながりがあるエヴァンジェリスタ。マッケンリーとエヴァンジェリスタを加護していた貴族アントワールの消息も現在では不明。なるほど、これは面白くなってきたじゃないか。奴が消息不明なのは知っている。そうか、奴なら全てを知っていると。ねえルッツ、ラーラも一緒に行きたい。ラーラきっとルッツの役に立てる。マルセルのその腕の傷跡、やっぱりなかなか治らないね。いいんだ、この傷跡は俺にとっての誇り。あの東西戦争で少年兵としてケッフェルの元で戦った証、勲章みたいなもんだ。ケッフェル・ローランド、私たちの英雄の一人か。西の公国、最後の王子ラカントス・マッケンリー。王妃ビビアン、国王ギルバートとも違う漆黒の髪をしていた。常に城に隠されていた少年王は何に操られていたのか。そしてなぜあんな戦争を始めたのか。気づきなよ、なぜ隠したがると思う？そこに秘密があるからさ。すべての秘密は南にある。
そしてそれをすべて所有しているのは誰だ。なぜこんな苦しい思いをしてまで君は嘘をついてきたんだ。ただいま、ラカントス。繰り返される、それはロマネスクの歯車の一つを打ち落として生まれた真実。そしてやがてつながるは幻想の舞台、輝ける祭壇のいざないへと。人間は神にはなれない。これが誰の言葉か忘れたか。我が誇りコルプスローランドの名のもとに、私があなたを裁く。ベータースタリスク、花を散る黎明の水底にて。それは水底で眠る魂たちの未来を示す聖なる鍵となるだろう。